さあ、ゆいこたいがです。皆さんこんにちは。イエイ。今日はアッサーランドへです。わかりましたでしょ。そんなにバカじゃないよね。今日はね、アスカ、なんてアスカのは、アスカちゃん、エヴァンゲリオンのアスカはね、ハーフのドイツ人。この前テレビ、まあ、この前っていうか結構前のテレビでやってたコスプレで、でもすぐ新しいエヴァンゲリオンが出るから楽しみです。めっちゃ見たい、めっちゃ見たい、超楽しみ。で、今日はね、実は日本のびっくりしたのことを話したいと思います。やっぱり外国に住む時にちょっとイメージがあるんじゃないですか、日本って。あ、ちょっとこれがびっくりしたとか、それは驚いたことをちょっと集まって初めて話したいと思います。確認してもいいですか。それはね、多分わからないことが多いと思う。でもやっぱり外国人からだと、あー、びっくりする。イタリア人としてどこでも安いなと思った食べ物があるんですけど、日本に来たらめちゃめちゃめちゃ超高いです。実は、ピザです。わー、すげーびっくりした。なぜっていうと、イタリアのピザはね、スイートフードだから、100円から500円、マックスモデルの700円ぐらいでするんだけど、日本に来てからね、こんなにって、ドミノピザぐらいのレベルはそんなに高いのって思って、すーげー高い。学生の時にもお金がないじゃん。じゃあピザ食べに行こうよって言って、すげえ安くて食べられる、いくらでも食べられるけど、日本だったらピザ食べに行こうぜ、あ、今日お金持ちだよねゆり子って言われるから、あーショック、超ショックだった。で、思ったよりはもう一つのね、日本のレストランがね、めちゃめちゃ安いなって思ってる。イタリアだと外で食べるのがピッツァとかそのスリートフード系以外はちょっと高い。4000円とか5000円ぐらいは普通にかかる、昼でも。でも日本はね、超安い。多分スーパーで買うよりも安かったとか時期もあってたんだよ。まだ料理が苦手だったから、ずっと外で一番最初はやっぱり外で食べて、バタッと当たり前すぎ。でもやっぱりコンビニまでもね、なんか100円のおにぎりとかあるじゃん、安いって思って、やっぱり食べたくなっちゃうよね。私だったらめっちゃ食べたくなっちゃうから、すげーコンビニはね、やっぱりやばいよね。私だとちょっとコンビニを近づかないぐらい、ちょっとアパートの近くに欲しくないぐらいって思う。食べ物、アニメの中は、ちっちゃい時にいた時に誰かの家に行ったら果物を持ってくる、なぜってな感じ。なんで果物、本当に貧乏なのって思ってたんだけど、実はね、日本に来たら分かった、果物めちゃ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 高いな、感じ。イタリアだと例えばワンキルで何百円ぐらいがあるなんですけど、日本はキロじゃなくて一つずつがお金かかる。だからね、お母ちゃんと最近がスーパーに行って、あ、リンゴ100円だけだよ、あ、そっか、じゃあ1キロ買おうって言ってて、いやいやいや、1個100円だよって、みたいな感じで言われて、すげえ、そんなにって。だからね、イタリア人慣れてるのか、すげえ果物をたくさん食べる。でも日本は高いものなので、例えばメロンはね、2000円ぐらい、3000円ぐらいもこっちにするじゃん。イタリアはね、500円を結構高いだと思うから、それが超びっくりした。なんか変な形のメロンとか果物があって、それがね、3万ぐらいもまでにする。いや、なんか、芸能活動がね、ダメだったら、イタリアのメロンがね、日本で売ってお金持ちになろうかなって思った。それも一つ両方ある。貧乏になったらこれで OK ってな感じ。あとは、初めて日本に来た時に、東京が全て日本はこんな感じだなって思ってたんだけど、実はそれは東京ぐらいだけじゃん。高いビル、まあ、新宿とかさ、すごいじゃん。高いビルで。人がすげー多くてさ、それは東京だからね。だから成田に着いた時に、あ、落ち着いてるって思って、ん？ビルはどこ？って思って、で、キョウリが東京に入って、わーしゃーしゃー、やばい、え、こんなに、なんで普通の田舎からマジってな感じする、田舎からマジってな感じする。なぜというと、イタリアはね、昆布一緒
緒ぐらい。だからそんなに大きい街っていうのは感じしないかもしれない、ローマ以外は。デザインもそんなに変わんないからちょっとびっくりした。そう、私のチップはね、本当に何もないぐらいってもうインペリアと思うんだけど、なんか写真だけを見せたら日本人がすげー素敵羨ましいって言われるんだけど、そう、私はなんか日本の田舎の方がいいかなって思うんだけど、勝手にもう日本好きだから、田舎の場所とか、まあ、途中じゃないからのところがすごく大好きになりました。もう一つのびっくりしたことは、すっごく人が多くて電車ね、ピューってピューってでされた辛感じ。いや、人が多すぎて電車に入らない。それはね、外国はないと思う、見たことがない。それがね、絶対びっくりする。お母さんもそれがびっくりして、いや、私は入らないよって言ってた。やばい。でも思ったより日本と外国の大きい違さがある。日本はとても安全な国です。例えばね、ここに携帯をなんか電車にパッて落としたりとか、誰か必ず、あ、落としましたよとかで言われて、カードとかカメラはそのまま、たまにカバン忘れたりとか、財布なくしたとか、必ず戻ってくるよね。だいたいいつも戻ってくる。この前、一覧に行った時に、やっぱりもうカバンぐらいが開けてのままは必ずダメ。ダメだよ、みんな。必ずしないで。あと、日本の電車はすっごく静かでみんな寝てる。私だったら必ず寝ない、必ず似たやの電車は寝ないよって。すごい危ないから寝ない方がいいって。まあ東京とかに歩いても全然問題そんなに残したことないし、あとはね、ほんと違うと思う。ね、イタリアはね、いつも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 、毎回、毎回、毎週、毎週、いつも、いつも、毎秒が気をつけなくちゃいけない。カバンとか、携帯とか、もう、何でも盗まれちゃうから、それが、本当嫌だよね。本当嫌だよね。それ本当にやめてほしいやな。でも、日本はね、それがないから、すごく安全で暮らすのことが、すごく大好きです。もう一つの、びっくりしたのは、コンビニ !24 時間すごいじゃん。それはね、イタリアはない !24 時間のコンビニ。それはいいな。で、コンビニはね、もっとすげえ多い。特に東京。なんかね、さ、ファミリーマート、左。ローソン、右。一緒じゃん。って感じだった。なんでこんな地下にあるのって思って、本当に100メートル、300メートルぐらい、本当どこでもある。で、全部24時間。それはね、たまに、あ、働きすぎやなって思うけど、でもたまに超便利だなって、すげえ、気持ちいいが。ちょっと便利すぎかもしれない。あと、コンビニに入ったらびっくりしたこと。みんな、よく絶対よく見てるもの。エロ漫画。おいよ、コンビニまでエロ漫画売ってんの？それがね、ってな感じ。初めてね、見たときに、ってな感じ。よく見てさ、なんか変な感じがエロ漫画を見ててさ、すげえ周りが気になってて、何してんの？そのコンビニみたいな。ここにいて全部裏とかを見て、やべえ、おっぱいでけって思って、あーって。それはね、ちょっとあんたバカって思うぐらい。おばあのなんかね、子供までが見れるのことがちょっと心配する。それがね、やっぱり私ぐらい見ちゃう、絶対見たいぐらいって思っちゃうから、やばーって思って、すごくびっくりした。こんなにオープンするか、おっぱー、まあ、きっとみんな好きだと思うけどね。最後に当たり前のお話するかもしれないんだけど、もう一つのびっくりしたことが、ヨーロッパとかアメリカだと人種がたくさんがあって、みんなそれぞれは違うじゃん。髪の色は違うし、目の色も違うし、服とか、私もね、高校の時とか中学校は制服のないから、それぞれみんな何人とかそんなに気にしないぐらいものなんだけど、日本に来たら本当に日本人ばっかりですよねって思ってた。うわー、本当みんな黒髪で制服を着たりとか、言い方が悪く聞こえるって、聞こえないでくださいって、一緒、みんな一緒ぐらい見えるが、びっくりした。え、ざま日本人が来てる。で、逆にね、こっちはね、外国人の顔してるからめっちゃ見られる。たまにね、子供とかおばあちゃんとかまではすごく顔が見られる。なんか
心配をどうしたら怒れるってすげえ心配してるんだけど、実はなぜというと日本人はね、まだ外国人が見られるのがそんなに慣れてないから、だから黒髪にしたりとか、まあ、ちょっとね、やっぱりみんな顔は全部みんなそれぞれ違うだったら、ちょっとね、日本はちょっと違うだなって思ってた。うん、それが面白かった。本当みんな日本人だなって思っていいなって逆にね、自分の顔が変えられないからいやーって、ちょっとだけ外国人のコンプレックスが始まった。日本に住んだから、いや日本人になりたいなって思って、でも黒髪してもなんかめっちゃ白くて全然変わらないから、まあまあまあ外国人の顔してもいいか、まあ特にアスカオだったらショベレやなと。皆さんは例えば外国に行ったことある人が何かびっくりしたとか、ぜひコメントしてください。あとはいいね登録してシェアしてチャンネルの登録を忘れないようによろしくお願いします。最後のお知らせ、コミケに参加します。ぜひ遊びに来てください。その時はね、初めてコスプレアとしてブースも出すので、新しい写真集とかプリントとかあるからぜひ買ってください。で、最後にこの前誕生日だったからイベントもやれますので、よかったらツイッターにチェックしてください。よろしくお願いします。バイ、チャオ。